どうも、ヌヌです。メビウスファイナルファンタジー続きを遊んでいきたいと思います。前回の後、風邪をひきまして、ちょっと鼻声なんですが、ご了承ください。ログインボーナス、魔石50個。レンタルカード、ありがとうございます。メビウスギフトボックス、定期便。エレメントを受験させようか。お、召喚チケットがある。あ、生放送フロリダ、ありがたいですね。ちょっと武器強化見ていこう。こっちがあと5時間か。こっちは魔力振ってるから。武器改造の条件を満たしました。武器改造するとランダムに特殊パラメータがアップ。クリスタル2個、許可時間1日。許可します。んーで、カード召喚、無料のやつが2回できるのでやりましょう。ブラウドクラッド、持ってるやつで、今回タンタラスの盗賊復刻大超召喚をやります。持ってないジョブなので、1500と魔石1500消費されちゃうけど、いっぱいあるんで、とりあえず今回使ってやります。お、赤3つ、ヘラクレス、モックバージョン、星4になりました。パイルドライバー、単体攻撃、スタン、ノーガード。悪くないけど、どうなんだろうな。全体攻撃の方がいいと思うんだけど。魔人来ちゃった。カオスの軍勢っていうカードが出ましたね。星4になりました。俺は生きてやる。単体攻撃、デフレイカーズ、攻撃力ダウンと魔力ダウン、フレームウェポン、マーシャルブロー、クリティカルブースト、ダメージ限界突破ね。リバイバルチケット100枚きたけど出なかったな。ユニークジョブ、まあリバチケ100枚は嬉しいし、またこれで後々作り強化したいカードが出てくれば OK なんで。じゃあガードスコーピオン行きましょう。今回のメイン目的、出迎えなしか。誰が呼んだか、次元の狭間、光の戦士を探して旅して早いくとせ。でも妖精は年取らないし、君の運命導くアイドル、魅惑の妖精エコー様、剣山。楽しそうだな。楽しませてあげようってのよ。
この塔に君をもてなすお相手を連れてきたの。どんな風にもてなしてくれるか想像はつく。そう、君にぴったりのおもてなし。光の戦士を目指して鍛え上げた君の力を思う存分ぶつけていい強敵よ。ああ、悪くない。でもお前、いつの間に塔の番人になったんだ。それが自分でもわからないんだよね。塔守が消されて魔女も去った。異世界からの来訪者もない。だからパラミティアという世界が私に役割を与えたのかも。結局私もパラミティアルールにとらわれて逃げられないのよね。と言いつつ生き生きしてないから。あら、バレた。いつもクールぶってる君が魔物にやられて許して栄光様なんて弱音を吐くとこ見てみたいな。というわけで今回のお相手登場。魔法の力をため込んだ機械のサソリ。ソルジャーの置き土産ファイナルウェポン。さあ、ポンコツにしちゃって。はい、というわけで進めていきましょう。サクサク進みますね。まあ相手が光属性っていうのもあるだろうけど。
パワーガードをスコピオン。さっさとやられろよ。お前の夢は終わりだ。あっという間に最上階。真ん中のソウルフレアはいい音ではないな。容赦ない。もう終わりか。ウォーミングアップはおしまいね。ここからが本番。ああ、戦いは無限に続く。自分で言うのもなんだけど、物好きだよな。俺は。俺たちは終わりが見えない戦いを続けている。いつまでやれば終わるのか、誰にもわからないまま戦っている。望むなら終わりはすぐだよ。ここで武器を捨てれば、君の戦いはこれが最後。半端な最後だな。君の最後を決めるのは君。君が納得できる最後まで戦い抜いたとき、君は光の戦士になれる。じゃあ、納得の上で戦いをやめたら、俺は光の戦士になれるんだ。そうだよ。戦いを終えた君は光の戦士だった人になるな。過去形かよ。そんな終わり方が不満なら、観念して戦えってことか。うん。君は過去にはならないで、今を戦う君の姿が未来への希望になって誰かの胸に届くから。リバイバルチケット5枚で、エレメント出現させようコンプリート。じゃあこっちも行ってみようか。時間もまだあるし。このやつドラクエに出てくるみたいな感じで、これもドラクエっぽいっちゃドラクエっぽいし、 FF っぽいっちゃ FF っぽい。さあ強いバージョン、ガードコーピア倒せるかな。確実に倒す。ぶん殴るしか能がないんだ。手加減できなくて悪いな。先制攻撃かい。これ
倒せるかな。100点つかないとダメな気がするんだよな、こいつ。いい気になるな。よっと、どうともなる。これ使っちゃう。全然ブレイクゲージ減らないんだよ、これ。ウォール、もう一発。自滅したし、この真ん中のお皿さん強いんだよね。勝つのは俺だ。うまくいけよ。落ちる。ガードポーキョン、逃げたらヒーローじゃないよな。俺の力、うん、ブレーキはついてないからな。俺って無駄に頑丈らしいぜ。リバイバルチケット3枚。
はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。